はい、レンタルボーです。はい、このチャンネルはですね、アルファとベルファイの情報配信しているチャンネルでございます。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひ高評価にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回のテーマなんですけども、本編に入る前にですね、今回の動画の内容ですが、新型アルベル情報はもちろんあるんですけども、動画の後半でですね、私の方からですね、ちょっと報告事がありますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。ではですね、今回の新型アルベル情報ですけども、この1週間ですね、ちょっと個人的な理由で、ちょっと投稿ができなかった面がたくさんあるんですけども、まあその間にですね、ネットの中では話がだいぶ進んでおりました。で、その中で出てる情報で、違う部分であったりとか、まあ例のチャンネルですね、まあ例のチャンネルの件をね、お伝えしたいと思います。はい、ではですね、この1週間ぐらいにあった出来事がね、ネット上でたくさんありましたけども、その中のね、状態をちょっと確認していきたいと思います。で、今回のね、動画のサムネに使用した画像なんですけども、こちらがですね、リークされましたね。で、これに関してはね、価格 .com であったりとか、Twitter の方でリークされておりまして、未だにですね、拡散が止まらない状態になっております。で、まあ、いろんな YouTube のチャンネルでもですね、この、画像のサムネを使った動画がたくさんあるので、一通りね、見た結果、ちょっと共通点もありましたんで、そういったところをね、まあ、ちょっと知り合いの方に確認した内容をね、お伝えしていきたいと思います。で、今回のリークのね、件で、アルファードの顔つきに関してはほぼね、鮮明に判明した状態となっておりますので、そこで気になるのがですね、1週間前ですね、このチャンネルから公開させていただいた動画で、まあ、6月7日の記者発表が延期になったという動画がありましたけども、まあ、たくさんのチャンネルでですね、そこから同じような内容の動画がね、アップされる中、まあ、初代リークチャンネルですね、先週日曜日のライブですかね、その時はですね、予定は変わっておりません、延期なんて事実はありませんってね、断言しましたけども、まあ、メディア情報はね、一切信用してないのかなっていうのがね、率直な意見です。で、まあ、ある意味ですね、今の業者であったりとか、ディーラーさんの声っていうのは逆に私信用できないと思うんですよね。っていうのは、トヨタ側からかなりの圧力がかかっておりますので、まあ、ちょっとしたことでも言えないということなんで、まあ、濁したりですね、あえて違うことを言って遠回しに言ったりとかしていることが結構あります。これはね、私の担当者の方も、それはね、率直に言っていただきました。もう少しのことでも言うと、ちょっとまずい状態なんで、本当に何も言えなくなったんですよ、っていう感じでね、言われましたんで、業者が言ってくること、ちょっと具体的なことを言ってくるイコール、私は逆にそれは信用できないかなと思っております。はい、そこでですね、延期の理由についてもね、いろんなチャンネルがね、まあ動画の中で触れられているんですけども、まあ、一番多かったのが、現在ノアボクシーの鉱石モニターですね、14インチという、まあオプションがあるんですけども、その製造している会社が倒産したということで、まあ、在庫がなくなり次第ですね、14インチが入手不可能となるという情報になっております。で、トヨタの方はですね、すでにね、13.2 インチのね、別業者から、まあ、モニターの確保はできてますので、まあ、仮に14インチがなくなった場合は、このね、13.2 インチのモニターが代わりに使われる風になっておりますので、この情報がですね、まあ、ちょっとアルファードベルファイアの、発売延期になったんじゃないかというね、動画がすごく多くなってきております。はい、それでね、ここでね、ちょっと冷静に考えてみればわかるんですけども、2週間の延期でですね、14インチのモニターが、まあ、業者ですけども、モニター業者がですね、どうこうなるかという問題ですね。まあ、ノアボクシーと同じモニターであったとしてもですね、まずね、正式発表もまずされてない40系の鉱石モニターのために延期をするでしょうかっていうところが私の疑問なんですよね。で、そこで、ここは、もう本当にね、一番聞きやすい方、10年以上お付き合いのある関係者の方にですね、まあ、延期について聞くよりもですね、モニター一つで記者発表を延期するのかというね、聞き方をしてみました。で、なぜね、直接延期かどうか聞かなかったかっていうとですね、まあ、部署が違うので、まあ、こういった発表のスケジュールであったりとか、価格ですね、こういった面に関しては、その方、完全にね、場違いな立場にありますので、入ってこないのが私分かっておりますので、あえて可能性としてですね、用品ですね、今回に関してはモニターですけども、モニターの不足だけで、ここまで遅れるのか、で、はたまたリークが出回っているにもかかわらず延期するのかどうかということをですね、ズバリ聞きましたんで、こちらの件に関して、しっかり回答してくれましたんで、スクショもね、皆さんに見せしますので、ぜひご覧ください。ではどうぞ。
はい、ではですね、その質問のスクショをね、皆さんに見ていただきたいと思います。質問の件ですが、簡単に答えを言うと、全く製造が追いつかないのが分かったからだよ。リークの画像は上層部では頭抱えてるけどね。7日から延期になるかは正式には聞いてないけど、製造は来週から始める予定だから、そこでどうなるか分かるかもです。また何か分かれば連絡するので頑張ってね。仕事も大変だろうけど、そっちも無理のないようにというね、メッセージをいただきました。はい、といった内容のね、回答をいただきました。21日のね、記者発表の情報はもちろんね、知っておられるんですけども、まだ会社側からですね、正式にはその変更は降りてきてないとのことでしたけども、まあ、ここからはですね、ちょっとね、やり取りが長くなったので、電話でやり取りしたのでね、その内容をちょっとお見せすることができないんですけども、実はですね、そもそも、この方ですね、7日というね、記者発表というところなんですけども、会社側からはまだ一切正式には聞いてないというのは結論であります。で、そもそもね、トヨタ側からすれば、延期も何もね、公表してないのに勝手にメディアが6月7日と騒いでるという認識のもとなので、まあ、それがね、21日になったから、それがね、延期かどうかっていうよりか、まだトヨタ何も言ってないですよっていうのがね、完全な答えという流れになってきてますので、単純にメディア側がですね、たくさん騒いで、で、私もですね、一応別の関係者の方からですね、6月7日濃厚ですねとはね、聞いてはいるんですけど、確定とは聞いてなかったので、ちょっとここはね、ちょっと誤報になってしまうような、前回の動画ね、誤報、前回の動画なんですかね、6月7日というね、言ってしまった動画に関しては誤報になるのかなとは思うんですけども、今のところですね、その7日であるとか21日であるというね、認識が、まあ、今回聞いた関係者の方に関してはまだね、その何日とは聞いてない、6月中という話は聞いてるけども、何日という具体的な日は聞いてないので、そこは分かり次第まだ連絡してくれるということになっております。はい、ここまでがですね、新型アルベル情報の今回のね、新しい情報として皆さんにお伝えしました。で、そこでね、先ほどの文面ですね、いただいた文面の中にあった最後の一語ですね、仕事も大変だろうけど、そっちも無理のないようにということなんですけども、この内容に関してですなんですけども、今回ね、これを私からの皆さんへの報告になりますので、ちょっとね、聞いていただけたらと思います。で、実はですね、4月末まではですね、私の本業としては、私の今のチャンネル、このレントのパパのチャンネル、ね、情報局のチャンネルというのは私個人でね、運営してね、サポートしていただいている方がいらっしゃるんですけども、これとは別にですね、別チャンネルの管理と動画編集をね、依頼を受けてそれを本業としておりました。で、一日中ですね、パソコンの前で、本業と、こちらの、まあ、車関係のね、情報配信であるとか、まあ、カスタムの動画であるとか、そういったところをね、合間合間で撮影したりとか、編集したりして、皆さんにね、情報提供してたんですけども、現在ですね、外に出ての個人事業をメインに仕事を移行しました。で、1日よりですね、初めて、今までとはですね、逆に家にいてる時間がほとんどない状態になっておりましたんで、そこのね、大きな生活変化が起きております。先週のですね、土曜日のライブ配信でもね、軽く話したんですけども、毎週土曜日21時からですね、固定でね、もう本当に恒例ライブとして皆さんにね、楽しみにしていただいているライブ配信をしてたんですけども、その土曜日21時という固定のね、ライブ配信は先週で終了させていただきました。で、終了した理由というのはね、この個人で仕事をまだ別のところから受けて、外で仕事するということがメインになってきましたので、やっぱりね、ちょっと仕事量が正直ね、今までより多くなっておりますし、仕事の内容がパソコンの作業ではありませんので、どうしてもですね、まあ、今の YouTube 活動と、まあ、本業の共有というのができなくなっております。もうこれからはですね、ちょっと外に出てるということがデメリットになってしまって、まあ、ちょっとね、固定したライブ配信ができないなっていうのがありましたんで、先週ね、告知させていただきました。で、これからですね、まあ不定期にはなるんですけども、だいたい週に1回はね、ライブしたいなっていうのは個人的にはあるんですけども、まあ何分ちょっと外に出てる仕事になりますので、体が資本になってきますので、ここでですね、ちょっとライブができるなって分かった時にはすぐにね、ライブの予約を入れて、で、皆さんに、あ、この日ライブパパさんやってくれるんだなとか、そういったところをちょっと皆さんのスケジュールも合わしやすいようにですね、事前告知はできるだけしたいと思っております。
で、ただですね、ちょっとした、まあ、休みの時ですね、休みの時に、午後から、本当に時間が空いたなと思ったら、まあ、普段は夜ばっかりライブしてるんですけども、土日祝日、に関してね、お昼であったら、皆さん結構ね、時間を持て余してる方もいらっしゃるかなと思いますので、そういった時にね、ゲリラライブとかやっていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録ボタンの横にね、ベルマークがありますので、そこの設定をオンにしておくと、まあ、ライブ配信が始まったりとか、動画が公開されると、すぐに通知が入るようになっておりますので、そちらの通知設定をオンにしていただければと思います。で、引き続きですね、メインチャンネル並びにこちらの情報局のチャンネルなんですけども、ご視聴並びにね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、あと最後ですね、もう一つだけ告知があるんですけども、まもなくですね、チャンネルの交流会ですね、こちらも予定しております。来週の日曜日、14日ですね、開催を予定しておりまして、ある程度ね、週間天気予報をちょっとにらめっこしてる状態なんですけども、もう少し近くなってきたらですね、再度ね、告知動画、メインチャンネルの方でアップしていきます。で、今回に関してはですね、ちょっとエンラジ商事さん、私のスポンサーさんでついてくれてる企業さんがいるんですけども、まあ、今回ですね、たくさんの商品をね、会場に持ち込んで、皆さんにね、本当に、まあ、格安で、購入していただけるチャンスをいただきましたんで、ぜひですね、20件、30件お乗りの方、まだまだね、ラジの商品欲しいなと思っている方で、ちょっと値段が高いなって躊躇されている方、今回ね、30% オフプラス10円、未満は全部切り捨てというね、大盤振る舞いをしていただきましたんで、今ね、私の横に段ボール2箱、でっかいのがありますので、それをね、持っていきますので、2030系のアルベルお乗りの方はですね、交流会、ぜひですね、お越しいただければと思います。では、次回の動画、並びに交流会でお会いしましょう。バイバイ。